山崎隆監督のゴジラマイナスワンが話題になるとどうしても思い出してしまうのがドラゴンクエストユアストーリーだ。2019年に公開されたドラゴンクエスト5のストーリーをベースにした 3DCG のアニメ映画だ。以降ネタバレ注意です。作品はシリーズ屈指の壮大な物語を映画に収めるため幼少期がダイジェストで進んだりエピソードが大幅にカットされたりなどがあったが、ストーリーの流れは損ねず割と没入して見ることができる。しかし終盤に突如観客を地獄に叩き落とす悪夢のラスト10分が大炎上した。ラスボスが実はコンピュータウイルスで、今までのはゲームをやっていただけ、そしてウイルスが大人になれと語りかけた映画史上最悪のオチとも言われ、ドラクエファンのみならず映画ファンからも非難が殺到した。山崎監督は当初ゲームは映画化に向かないと監督の要請を誇示していたが、ラストシーンを思いつき、これならやれる、いややりたいと思った。制作スタッフがユアストーリー酷評してる奴らに大人になれってリプライする遊びやりてえとつぶやき炎上した。